久保さん。暇っすね。暇 <laughs>。いや、ほんとね、商品売らなかったら暇っすね。うん、だからまあちょっと椅子のプレゼント企画、ね、ちょっとオークション企画終わったらもうすぐ商品売る対戦しようかなっていう <laughs>。暇やな、みたいな。ま今日動画もう10本ぐらい撮ったかな。暇っすね <laughs>。ま外に出ようかなと思って、 でも寒いんすよ。まあちょっと日出てきましたけど、すげえ寒いんすよね。うん。だからまあほんと暇ですね。だからまあだから今日吉谷の流儀20本くらい撮ったろうかな、みたいな。今10本くらい撮ってるんで、今日20本くらい撮れそうだなっていう <laughs>。まだ夜まで時間あるしね。まだ15時じゃないですか <laughs>。まあ5分刻みだったら10本撮っても50分じゃないですか <laughs>。 だから、ちょっと今日は吉田の流儀ラッシュしようかなっていう。30分ぐらいいけるかな <laughs> 夜までね。今日ね、何も入ってないんですよね。だからコンサルとか入ってる日は、まあその時間開く、あの、ね、開けとかないといけないんですけど、今日は何もないので。いや、本当に。まあ僕、僕も1億はまだ稼いでないですよ。一人になって。だけど、ネットビジネス、 突き詰めると暇になりますね。<laughs> ねだってまあ、あのー、動画どれだけ撮っても8時間にはならないですからね、5分刻みで8時間撮るって言ったら何本とる撮ることになるんですかね。うん。まあ、100本近くでしょ。だから100本連打でブワー撮ってて、やっと8時間ぐらいですから、5分刻みだったら。 そ,んなそ,そこまでしないし、でもそそ100本取ったとしても8時間ですからね、ふあのサラリーマンの方が、まあ、最低8時間を働いてると思いますし、通勤時間、んんその会社に行く準備まで含めたらね、まあ多分1日会社に対して使う時間っていうのが12時間を超えていくのかなと。 だ明日寝ようと思うのも会社のため、会社があるからって言って寝るじゃないですか。だから、もはや寝るものも、寝ることですら会社の明日の出社のためで寝てて。なんで、まあそう考えると一日の半分以上は会社のために時間を使ってると思うんですよね。だから僕、ね、動画ただ撮ってるだけですから、まあ出社、なんか会社に出社するっていうかカメラを回したら出社なんで、1秒で出社できますからね。さあもうあの、 最強の立地ですよね。もう0.1秒で出社できるんで <laughs>、これでいきましょう。0.1秒の出社みたいな、言ってらっしゃい。